ロマン・グロージャン。フランスグランプリでメルセデスに乗り F1 ラストラン。2020年バーレーングランプリ限りで F1 から離れたロマン・グロージャンが6月末に行われる第8戦フランスグランプリでメルセデスのマシーンに乗りデモ走行を行うことが明らかになりました。バーレーングランプリでの大事故で昨年最後の2戦に出場できなかったグロージャンにメルセデスがラストランの機会を提供したもの。すでにファクトリーでシート合わせを完了しており2019年型 W10 で走行を行います。 F1 マシンに再び飛び乗ることにとても興奮しているよ。僕にとって特別な機会であり世界選手権で優勝したメルセデスを運転することは特別な経験になるだろう。この機会を与えてくれたメルセデスとトトにとても感謝している。メルセデスを運転するチャンスについて最初に聞いたのはバーレーンの病院のベッドだった。トトがメディアに話しかけて招待してくれた。そのニュースを読んで大いに元気づけられたんだ。はい、はい、グロージャン選手よかったねと、これはだから本当に何そのメルセデス要は全てメルセデス持ちで、はい、うん、まあまあ最後乗っていいなってこと、まあ、お別れ会をすごいねじゃなくってメルセデスがお別れ会してくれるということで、すごいよね。地元フランスグランプリで、はい、だからまあ19年2年前、はい、まあ、プライベートテスト、また意地のある人は聞くんだろうね、19年型を取ってあの去年のハースと比べてどうですかみたいなまあそれこっちの方が早いよって言うでしょうねもともと何グロージャン選手とトト選手は何かそういう親密な関係だったの？グロージャンが F3 とかやってる時から、まあ、一応知ってたとは言ってましたけど、うん、まあ、トトももともとその、ね、ボッタスとかそういうドライバーのマネジメントもやってたんで、はいはいはい、そういうレベルでは知ってたんでしょうけど、うん、だから彼が F2 出る前から、うん、F2GP2 の出る前から、うん、去年限りで F1 のシート、うん、グロージャン失うよねっていうのはもうみんな分かってる中で、最後ねバーレーンでああいうあのガードレールくぐり抜けるっていうことをやったから、はいはいはい、まあ、急にあの引退レースが2000早まってなんかさよならみたいな感じ、引退レースみたいな感じじゃないまま、はいはいはい、なんかよく分かんないままこう中途半端にやめちゃうことになって、うん、あのなんか子供たちがこう手書きで書いた引退用のヘルメットも使う時がないしって言ってたんで、あ、ね、うん、でまあ、なんかそのお別れイベントみたいなのがねこれで最後っていうそのドライブがねできるといいよねって、うん、言ってたんですけど、うんうん、まあ、それをまあメルセデスがじゃあ提供しましょうっていう、はあ、すごいねメルセデスは、はあ、それも結構早い段階でねもう動いてるっていうのが、まあ、やめとけよかったって今思ってるかもしれないけどいやこんなことやってる場合じゃねえじゃんうちみたいな今年レッドブルめっちゃ早いじゃんって、はあ、誰だよ老齢期の方が有利って言ったのみたいなとは思ってるかもしれないけど、まあ、ちゃんと約束は果たすっていうね。すごいよね、まあ、メルセデスとしても2年前の車と車が走るのはちょっと美味しいんじゃないですかっていうのも若干あるかもしれないですけどね。そう、うん、でも走行用タイヤとはいえ、うん、まあ、何らかのデータは得られるかもしれないですね。あ、そういうこと、わかんないですよもちろん、 そういうこと全く抜きで純粋にって思ってるかもしれないし、はいはいはい、にしちゃでもまあすごいですよね、ちゃんともうグロージャンのレーシングスーツまでしっかり用意してシート合わせもして、はいはいはい、うん、めっちゃ速かったですよ、まあ、まあそれはそれでいいですよね、ポールリカルの速さ2019年のラップレコードを抜いちゃったりとかする、ちょっとあの、まあ、でもボッサンがちょっとまたね、でもまあグロージャンなんで、まあ、そのデモ走行でもなんかどんがらがしゃんしそうじゃないですか、あ、そうか気負いすぎてよっしゃこれでいいタイム出すぜって言ってガシャーンみたいな、単独でやるみたいな、ボールリカールあんだけランフェリーあるのにみたいな道が分からなくなっちゃう、なんでここでみたいな、カラフルなとこでしょそうそうちょうどガードレールあるとこでガシャンみたいな可能性はなきにしもあるんですよ。なるほどなるほど、まあまあそれそんなこともないぐらい、まあ、今インディーでね彼楽しんでるんで、そうだよね、まあ、まあいいんじゃないですか本当に、そのちょっと人も変わったかなっていう気もするし、あ、そうなんだ、うん、本当にインディーでレースエンジョイしてるし、うん、こうやってメルセデスで、ね、F1 乗れてっていうのも、うん、彼にとってはいい思い出になるだろうし、うんうん、まあ、2019年型とは言ってもあのバリバリの本格のやつじゃないかもしれないですけどね、その例
えばハイブリッドは切って1.6リッター V6 で走るみたいな感じかもしれないし、うん、まあまあ そうだよね。別にあの本気のテストじゃないもんね、うんうん、あくまでも優秀の美を飾ってもらいましょうっていう。まあでも車はうわすげえダモコさん安定してんなって思うでしょうねきっと。あこの2年ぐらい乗ってたハースの車に比べれば。なるほどなるほど。だから今年のハースとか並走してちぎっちゃうみたいなあれみたいなじゃあハースがそれくれってマゼピンがそれくれって言いそうじゃん俺がそれ乗るからグローシャンこっちの救護車乗れって言って確かに、まあ、マゼピンもちょっと最近はおとなしめなんで人が変わったようにああ、ね、最後ね、グロージャンの勇姿をね皆さん目に焼き付けていただければと思います。はい、ありがとうございました。